はい、それではマリオストーリーやりたいと思います。どこ行けんの。うわぁ、うわぁ、うぃー。はい、はい、もう覚えとらん。どこ行けんのさ。どっち行ってんの？オッケーオッケーオッケー。あぶね。よいしょー。それ。おっとおっとおっと。あんた、かいんかいんかい。あー、消えちゃう。取れた。こっちか。お、もうわからん。どこ行きゃいいの？覚えてねえな。戻ってきたか？こっちでは合ってるはずだ。下か？びっくりした。オッケー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 。何？よしよしよし。やめてくれ。なっと、チャーシャー。あら？うぅ。ちょ、無理、無理、無理。はい？ほうほうほう。よしよし。これが。よしよし。よし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 。あっと、おっと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 、ここは来たよね。ここは来てるけど、こっちかもしかして。ぽいな。ぽいぽいぽい。ん？違うな、でも。おやよ。
こっちは来てるっぽいよ。覚えがある。痛いな、おい。敵多いな、ほんで。どこ行けんだ。え？ここは違うよね。行き止まり。ん？全くわからんな。ちょっと待って、マジでわからん。え？どこだ？ちょっと待って、本当にわかんない。これはなかなかだな。こっちか？なんか、怖いとこやな。使っていいの？お？そのパターンね。よし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 。なんかこれ、マークついてんな。一応取っとこう。わお！痛いな、おい。よしよしよし。これでどうするんだ？ああ、なるほどね。おおお。おやおや。おお。これは。やったー、回復ー。セーブもある。
ファ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 。なんだ？怖っ。おのれ、この私の度重なる警告を無視しよって、怖がって逃げていくのが常識だろうが、礼儀を知らんやつめ。クッパ様の忠実なる仕込め、このカーメン様に逆らかったと後悔させちゃいますよ。いや、違った。後悔させてくれるわ。ファ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 。ではワンワン、マリオにファミツァをやりなさい。はい？ちょっとそれはひどくない？お、やったね。よしよしよし。おのれ。ああ、失敗しちゃった。ほほほほ。私は魔法の天才。我が魔法の恐ろしさは面白いがよいわ。どういうこと？また？もうええってええって。1。一体の。やばいやばいやばい。何してんの？ちょっとワンワンが。いたいた、なんてことする、痛いじゃないか。ワンワンが強いな。ちょっと待って、ちょっと待って。これはやばい。何してんの？痛いな。また？やったー！レベルアップ！
わあ、ワンワンちゃん。ひえー、助けてー。おっとおっと、これはこれはこれは？おお。二人目の星のせい。ステージクリア。カラカラ砂漠の砂と謎に包まれていた伝説のアラビン人が道出し、魔法使いカーメンをやってて、マリオたちは二人目の星の精を達成出すことが できました。しかしマリオを待ち受ける敵もだんだんと手強くなり、冒険はますます厳しくなります。果たして次の行く手で、マリオたちを待ち受けるのはどんな冒険なのでしょうか。いいね。ご機嫌いかがかな？ピーチ姫がいつもニコニコしていてくれると、我が輩は嬉しいのだが。残念だけど、私、とっても機嫌が悪いの。お城のみんな捕まったままだし、あなたがキノコワールドを弱点しているんでしょ？すぐ元通りしてくれたにっこりしてみせるわ。ガッハッハ、それは無理というものだ。マリの奴が生意気にもノコブラスのカーミンを倒してしまった。ヘナチョコの奴らだったが、可愛いテスターをいじめやって何もしないわけにはいかん。今度はケチケチせずに、不死身のドガボンにマリオを焼けさせることにしたんだ。我が輩の釣り具屋に強い奴だ。もうマリオのこと諦めるがよい。クッパ様。大変でございましたが、カメクババへ、それに合わせてどうしたというのか。実はゴニョゴニョ。何？ドガボンのとこから星勢が逃げ。クッパさん、お声が大きすますじゃ。ビチム聞こえてしまいます。むむむ。というのは詳しい話は向こうで聞くとしよう。キング、さっきの話聞こえた？はい、聞こえました。星の精様が逃げ出したとか。それと、不死身のドガボンっていうのも気になりますよね。マリさん、勝てるでしょうか？ドガボンのことを少し調べてみましょうよ。何か弱点とか分かれば、マリを助けられれば。そうですね。それじゃあ、早速この部屋から逃げ出さなくっちゃ。来ました。またこのパターン？さすがに一番置いてへんのか。そうですね、見張る意味つかないようにしてください。怖いなぁ。おるおるおる。絶対見つかるよ、こんなん。ここにもおんの？おかしいやろ。ここに見張りいる？こんなとこに見張りいる？あ、見つかった。
あー、見つかったからダメか。もう、これは普通にちょっとむずいよ。ここだよな、どう考えたって。怪しいのは。いや、気づくやろ、絶対、今。なあ、おい、知ってるか、ドガボン様のこと。聞いた話よ、お化けが大好物らしいぞ。ひえー。ドガボン様って、迷いの森の先にずっと奥におられるあのドガボン様だろ。確か今、星の精を一人見張っておられるんだったよな。そのドガボン様だけよ。ピューピューヒルの頂上にあるお城に住んでるんだ。ドガボン様のお城の近くには、お化けのテレサたちが住んでる屋敷や集落があって、そこへ時々テレサを捕まえに行くらしいんだ。そんでもってテレサを捕まえると頭からむしゃむしゃ飛びちゃうんだって。ひぃー、恐ろしい。そんなの聞いたら夜中にトイレ行ってなくなって夢に出てきそうだ。あとドガモン様って不死身らしいぞ。何されても全然平気で傷一つ負われないそうだ。もしかしたらクッパ様より強いのかもしれないぞー。まさか、そんなはずないだろ。クッパ様より強いなんて。きっとドガモン様に弱点の一つや二つあるに違いないさ。そういえば、普通に知られたらまずい秘密あるって噂が。それ昔ドガモン様って全然強くなかったという話を聞いたことあるぜ。しー。こんな話してることドガモン様の耳に入ったら俺たちが食われちまうぜ。でも一体ドガモン様の不死身の秘密って何だろう。知らないよ、誰も知らないから秘密じゃ、なんじゃないかな。キンク、ドガモンにも弱点あるみたいね。あとはそれが何か分かればいいんですけど。ん、おい、今話し声が聞こえなかったか。ドキ。俺たちがここでサボってるのはバレたかな。あ、ビーチ名、なんでこんなところに。申し訳ない、お部屋に戻ってもらいます。あー、いやーん。マリアちゃん、ありがとう。やっと私も星の国に戻れるわ。私の名前はマール、よろしくね。まだまだ道のりは長いけど、きっとあなたなら、ビーチ姫を助け出すことはできるわ。私も目いっぱいをあなたを応援しちゃう。私からのプレゼントを受け取って。スターパワーが2。ママの子守唄。敵全体を眠らせる。いいね。ほうほうほう、なるほどね。よし。では一旦ここで区切ります。ご視聴ありがとうございました。